今回のドライブはですね、ここ右側はですね、西の谷ダム公園というところなんですけど、そのすぐ横からのスタートになります。ここですね、この坂道、この前一回登ってびっくりした 急な坂なんですけど、ね、今日はここからの、ある意味ここからのスタートで、本当にここね急ですよ。あ、やっぱり2回目になるとわーってやるはないけど、だけどやっぱり急だもん、急ですよ。あのアクセルを踏んでもですね、車がねうわーって進んでいかないですから、はいはいわかりました、はいはいわかりましたって言いながら、本当今ね23キロ、アクセルをあのいっぱいに踏み込むわけじゃないけど、普通に加速するみたいにぐーってやってボコボコですね。25キロ、いい天気でしょう、ね、冷蔵庫に入れてあの冷凍保存しておきたいようないい天気ですよ。この前ね左に行ったんですけど、今日は右に行きます。はい、右ですね。後ろの方に北部清掃工場がある、あるか、あの産業廃棄物を引き受けるいろんなその関係の企業がとか、その設備が多いですね、この辺りね。風はね気持ちがいいですよ。ただ歩き取りをするときはちょっとボコボコ音が入るかも、風のね、風のボコ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 音が入るかもしれないって感じですよ。この真夏だからもう今日もやっぱり30度超えはしてるでしょうからね、くっきりはっきり雲もニョキニョキって出てくるかと思うと、もう焼き切れてしまったのが、ちょっともう風景、空ですね、雲、空自体が少しもう焼き切れてしまったのか、もう青よりも飛んでますよ。今度は今の信号圏、あそこのところ左に行ってみましょうね。前ね、なんかで行ったことあったんですけどね、あそこね、昔ですよ。こう運転してるうちに、なんか昔の記憶がこう蘇ってくるっていう、なんですかね、なんか引っかくんですかね、忘れた頃のことを。ここ左行ってみましょうか。ここはどこに行くかわからないけど、多分行ったことがあるところだと思います。でも30年ぶりぐらいかもしれない。知らない道がありますもんね。まあこういうところはほら、どっちみち3号線に出るんだろうなっていうのがあれがありますけども、ね、あ、こっからの向こうの団地の眺めいいですね。眺めじゃねえ、眺め。こう来て。
した高速が通ってますがよ。まだん？どこへ行けばいいのっけ？右に行きますね。こう左に行けばどこだろう？犬雑魚の方に行くんだろうか。ちょっとね、わからないけど上の方に行きます。バス停の名前を読もうとしたけど、北の枝って書いてあるんだったら北枝って言うんだろうか。わからないですもんね。北枝町っていうのがあるんだろうか。ここがね、明和南、あ、明和団地ということですね。ということはこの辺りで頂点のところに出るんけ。え、まっすぐ行きます私は。え、千代岳。ああ違った、今のの左に行かないかんとこやったかもしれないですね。そうみたいですよ。でもね、せっかく来たんですから。いや、そこに繋がるんじゃないっけ、これはひょっとすると。違うかな。明和中学校、ここをまっすぐ行って、あ、今のところ右行けば桜島がちょうど見えてましたね。だけどここからじゃ右、いやちょっと行けないな。あ、行かんでよかった。なんか普通の住宅地に行くみたいなんですね。ほんならここを右け。はい、右に行きますね。ここからも桜島が見えますね。桜島は見えるけど、どこに出るのかわからないけど、まあここはもう安全パイですよ。もうメインの通りでしょうから。ほら、いい眺め。トンネルですよ。あ、トンネルしても短いですね。次は左でしょうね。あ、ここは来たけ。前通ったか。左行きます。また地図とつながり、頭の地図上と
結びつきませんけど、どこけ、ハララ温泉のあそこじゃないですよね。全然違う。ここを左、全然違いましたね。さあ、どうだ。どっかで見たぞ、ここは。どっかで見ましたよ、ここは。女性しかですよね。ハラロ温泉のあそこじゃなかったっけ。ああ、ですよ、ほら。ほらって。でした。ああ。やっぱこう、物覚えが悪いこの私でも、あるですね。たまにはこういうことあるんですね。ああ、そうか、それじゃあ、あそこに行くんだ。このまま行けば、西口まで。でもね、今日は西口には行きませんよ。別なところ行きます。まあ話は変わりますけど、コロナはいつ収束するんですかね。というか、いつからそのみんな自由に外出とか旅行ができるようになるんだろうって思いますね。なるんだろうかなと思いますよ。ちなみにですね、今時刻はですね、12時49分。一番暑くなるのが2時か3時でしょう。だからね、ちょっとね、歩き取りはね、この時間帯はちょっと避けたいですからね。こいからですね、新館橋を渡ります。そして城山に登っていきますからね。雲が見えますけども、やっぱ雨雲とあれは全然違いますよね。雨雲の場合は本当になんかマイナスイメージ的にグレーがかってるけれども、空が暗くなるけれども、もう入道雲が太陽を隠した時に隠したとしても、この何ですかね、この景色はやっぱりこのメリハリがパッと聞いてますもんね。あれなんだろう、雨雲の厚さが違うんだろうか。それかその雨雲は要するに雨粒の元をいっぱいこう
蓄えてるから、あの太陽の光を通さないんですかね、通しにくいのかな。なんかね、小学生があの夏休みの電話相談室に質問するようなあれですけどもね、そんなことを考えますよ。このほらアスファルトに落ちてる、この樹木の影っていうんですかね、これもやっぱりね、違う、やっぱり1ヶ月ぐらい前の梅雨の間の頃とは違いますもんね。信号機あり工事をしてるんですね。ちなみに今ここの右手のここが白山観光ホテルです。それでですね、あの今日の目的地はここの白山の展望台の駐車場、そしてあの歩き取りをします。展望台までですね、歩き取りをします。車を止めないとですね、まあ全部店はこう観光客相手のこの店は閉まってますけどもね、しょうがないですね。ということで、まあとりあえずこの動画はここでお開きになりますけど、歩き取り来たい人ってくださいね。はーい。